みんな満喫してるわね。ブックオフが提供してるのは本やゲームだけじゃない。それは快適なオフ時間なのかもしれない。なんで笑ったの？寄り道してこうブックオフ。みんなそれぞれのオフ時間満喫してるわね。僕もオフっていいですか？え？お兄さん、天使がいる。寄り道してこうブックオフ。みんな満喫してるわね。問題、ブックオフが本以外に提供してるものは？わかった、じゃあせーのでよ。せーの、オフ時間。寄り道してこうブックオフ。あ、立ち読みで1時間も解けた。オフしてもいいじゃないか。人間だもの。寄り道してこうブックオフ。本番。よーい、スタート。問題、ブックオフは本以外に何を提供しているでしょう？わかった、じゃあせーのでよ。せーの、オフ時間。はい、カット。はい、カット。今からいいことを言います。え？全部印象的で、寝るシーンがあったりとか。でもいつも無表情とかは慣れてるんですけど、初めてこうブックオフでこう笑うみたいな、吹き出してくださいみたいなシーンがあって、ちょっと逆にむずいっていうか、初めての挑戦って感じで新鮮でした。なんか柿丸さんとこう目を合わせて、なんかいつもガン飛ばし合ってるんですけど、その時は笑えちゃいそうになったりとかするんですよ。だからその時もガン飛ばしてくれてたら、もっとなんかうまくできたかもとか思うぐらいちょっと難しかったです。あー、なんだろう、そうですね、ドラマとか見すぎて結構次の日の夜の10時ぐらいからドラマを見始めて、次の日の朝の6時ぐらいまで見ちゃって、次の日その遅刻しちゃいました。そんぐらいちょっと見始めたら止まらなくて、そのドラマがっていうのはありました。そうですね、古着大好きだから、実際古着あったら見ちゃうし、古着がいいです。なんかおじいちゃんとかが着てそうなやつが好きで、柄シャツとかちょっとダサいというか、ちょっと渋い、なんだろうな、なんかお茶とかこぼしたんだろうなっていうぐらい汚い服が好き。
なんかでもずっと寝たりしたいって思ってたんですけど今まで。でもあえてこういろんなとこ行ったりしてみたいかなって最近思えるようになったかも。なんか健康のうちに、どうせなんか体調悪くなるから、この先まあね、人だからどんどん衰えていくし、今のうちいろんなとこ行っていくのがいいかもって、なんかまともな考えを持ちました。僕本当に全然行ったことがないんですよ。テーマパークとかもあんまりないから、テーマパークとかやっぱ若いうちに行った方がいいかなって思いました。快適。ほとんど携帯いじっちゃってるんですけどね。なんだろうな。でも、あ、ゆっくりお風呂浸かる。なんか忙しすぎて、もういつもシャワーとかなんだけど、なんか無理やりでも入るみたいな。こう入浴剤を いっぺんに1週間だったら7個買って、それをくじ引きにして1日1日どれがどの形、いろんな形買っといて、どれ当たるか楽しみにして過ごすってことをしないとちょっと耐えれない日々です。